メリディアンは、アメリカ合衆国アイダホ州、エイダ軍で2番目かつ州内では3番目に、大きな都市である。2010年国勢調査での人口は75,092人だった。これによって、ポカテロとアイダホホールズを抜いて、州内第3位になった。1位は東にある州都ボイシ、2位は西にあるナンパであり、すべてトレジャーバレーの中にあり、ボイシ都市圏を構成している。 メリディアンは州内で人口増加率が最大の都市であり、2000年から2010年までに115%増加した。メリディアン教育学区は州内最大の教育学区である。メリディアンとなった町は1891年に現在の地の北にあるオンワイラー農園に作られ、ハンターと呼ばれた。2年後に IOO 会の支部が作られ、ボイッシュメリディアンに位置していたので、 メリディアンと名付け、町の名前もそれに合わせて改名された。1892年、開拓者が灌漑水路を作って乾燥した地域を生産的農地に変え、1902年に自治体化された。この地域に到着した初期開拓者たちは重力流灌漑に関する知識を持たなかった。元住んでいたところは作物を育てるために、雨が適度の水分をもたらす地域だった。 アメリカが州国公有地管理局から土地特許を取得するためには水源を持つことが要求されたのですぐに考えの必要性が認識された。考えは昔も今も骨の折れる仕事であり続けている。ショベルを使う長時間労働は新しい考え手段の利用で短縮されたが、それでも農業生産に携わる者には日常の仕事である。初期開拓者の多くは 作物に水をやるのが大変な場所に泊まるよりも、雨が降る元いた場所に戻る道を選んだ。アイダホに泊まったものは忍耐力のある市民だった。ナンパメリディアン開拓者灌え地区のような考え組織がメリディアン地域の考えに関わり続けている。当初のメリディアンの町は1893年にイライザー安全側に属するホームステッド法で与えられた土地に充てられた。 その夫であるクリスチャンが一角を軍事務所にあて、それをメリディアンと呼んだ。初期開拓者の多くは親戚同士であり、荷車大会民用列車で水売り州にあった家から西部に来ており、その小屋を運び、信仰もそのままだった。彼らは到着から間もなく、地方機関を設立し、ホームステッド用地を登録した。還元すれば、以前の地域社会をそのまま運んできていた。 20世紀への変わり目ごろ、開拓者たちは果樹園を作り、鉄道に沿って果物の荷造り場やプルーム乾燥場を備えた。果樹園では多くの種類のリンゴやプルームを育てた。果樹の生産は1940年代半ばまで続いたが利益が出なくなった時に廃業された。1941年、メリディアンは村から市に移行した。 オンワイラーからの都市間鉄道を敷くために4000ドルが手当てされた後、メリディアンの中心部に鉄道が完成した。列車はブロードウェイで東に転じ、東2番通りで止まった後でメリディアンで夜を過ごし、翌朝早くに乗客と荷物を乗せて、ボイシに向かった。1912年には都市間鉄道の駅と発電所が建設され、鉄道はメリディアンを通ってナンパにつながれた。 ブロードウェイを通る線路は1912年以降使われなかった。都市間鉄道会社は破産管罪人の管理下に置かれて1920年に閉鎖された。金号の町への主要な連絡手段となり、経済的な輸送手段となったのは20年間だった。ユニオンパシフィック鉄道の分岐線が1900年に開通し、現在は アイダホノーザンパシフィック鉄道が運行している。この線を使って多くの工業会社が林業、農業及び科学の産品を運び続けている。歴史ンパビリオン、メリディアン市役所広場、当初の乳製品製造所のレンガ兵器世界恐慌のどん底にあった頃、アダグン落農業者共同組合製造所が1929年に運転を開始し、 地域の落農業に火が当たった。共同組合の会員に牛乳の検査機能を提供することで税金を払えるようにし、家族のために食料をもたらすことを可能にした。地域社会の他の住人は牛乳を製造所に運び、また製造所で雇われ、製品はチャレンジバターの商品になった。この製造所は40年間毎日製造を続けた。工場がフル稼働だった時に、 増設や改良も行われた。その後アイス研究所が、この製造所を参加に入れ、粉ミルクを製造させた。1970年に製造所が閉鎖され、酪農家の牛乳は、コールドウェル乳製品製造所に運ばれて、加工されるようになった。メリディアンは、北43度36分51秒、成形116度23分56秒。 北緯43.61417度整形116.39889度、11 43.61417-116.39889に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、この内陸の町の地域全面積は11.8平方マイルであり、すべて陸地である。メリディアンの地域の大半は平らであり、大まかには、 トレジャーバレーの北中部に位置する。市の南端に沿っては、断球がある。市内には、おおむね南東から北西に流れるいくつかの、考え用運河が通っている。市のはるか南には、スネーク川が流れている。北には、標高5873フィートのスコービュートが、見える。北東には、標高7572フィートのシェイファービュートがある。 遥か南には、オアイヒー山脈が見える。メリディアンの気候は、ステップ気候に区分され、四季がはっきりしている。夏は暑く乾燥し、気温は、下肢100度を超えることが多い。冬は寒く時には、軽い降雪がある。降水は、通常漏れであり少量であって、通常は1ヶ月あたり1インチ未満である。一月が最も降水量が多くて、平均して点三五インチであり、 8月が最も少ない月で0.26インチとなっている。春と秋は外資で温暖である。以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。メリディアンには一人の市長がおり、4年人気で報酬は2009年時点で7200ドルである。市政委員会は4人の委員で構成され、4年人気で2年ごとに2人ずつ改選される。 歳費は2009年時点で9000ドルを受け取っている。市長は、市政委員会の同意を得て、次の公務員を指名する。メリディアン市役所メリディアン市の大半は、週刊高速道路84号線の北にある。通りは東西に走るフランクリン道路と南北に走るメリディアン道路の交差点に対する相対位置で、通り名の頭に、東西南北のどれかをつけて表示されている。 多くの住人は一般に1マイルごとに配置されている主要道路の交差点で最も近いものを住所表示に使っている。南北に走る主要道路は西からブラックキャット、テンマイル、リンダー、メリディアン、ロカストグローブ、イーグルの順になっている。東西に走る道路は北からチンデン、マクミラン、アスティック、チェリー、フェアビュー、フランクリン、オーバーランド、ビクトリー、 アミティの順となっている。週刊高速道路84号線は、フランクリン道路とオーバーランド道路の間にある。東西に走る道路は他に、チェリー道路とフランクリン道路の間にパインアベニューがある。一本の鉄道が、東西に走り、パインアベニューとフランクリン道路の間にある。市内工業地帯の大半はこの鉄道に沿ってあり、他に、市の東側に近く。 フェアビュー通りとイーグル通りの交差点南西にある。メリディアンの昔からの中心街はメインストリートとパインアベニューの交差点周辺にある。この古い中心街近くでは西側で15番まで東側で5番までの番号付き通りがある。メリディアンはこの20年間で急成長してきたので住民の大半は比較的新しい住人である。ザメリディアン公共楽団は 結成から20周年を祝ったところである。メリディアン市役所3階のイニッシャルポイントギャラリーには美術作品は展示されている。このギャラリーは無料で一般公開されている。ローリングスプリングスは週刊高速道路84号線出口に近い大きな水上公園である。ワフーズは1年中利用できる家族向け娯楽施設であり、ゴーカート、バンパーボート、ミニゴルフ、 バッティングセンター、アーケード及びバーベキューグリルなどが備えられている。公園及びレクリエーション部は、夏季に屋外映画を無料で楽しめるメリディアン、開拓者地域公園など17の公共公園を管理している。メリディアンスピードウェイは、古い中心街のすぐ南にある。メリディアンは、東の州内最大都市ボイシュと、西のナンパと境を接している。このために、 それらの市にあるレクリエーションやスポーツの機会も共に楽しめる利点がある。イーグルアイランド州立公園はメリディアンの北約2.5マイルにあり、湖浜のある人造湖、乗馬とハイキングの道、釣り、ウォータースライドが楽しめる。市の南にはスネーク川猛近類国立自然保護地域がある。ありがとうございます。